家族のために尽くしてきた母にある日突然の余命宣告。残された時間の中で向き合う家族の絆、人生の意味、生と死。シャイニー美穂が医学部浪人生の息子役を熱演。心震えるヒューマンドラマ、世界で最も美しい別れ、5月15日スタート。